よく晴れた天気になりました。神宮球場からお伝えしてまいります。東京ヤクルトスワローズ対オールセントラルのゲームです。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、今日もたくさんのお客さんが入りました。プロ野球選手冥利につきますよね。そうですね、たくさんのファンの方の応援というのは相当力になりますので、選手もかなりプラスになりますし、お客さんが入ってくれれば入ってくれるだけ、やる気もなりますのでね、楽しみですね。そのファンの声援を受けて今試合がスタートしています。まずはスワローズの先発伊藤が神宮球場のマウンドに上がります。どう抑え込んでいくのか注目です。最初は変化球持ってきました。ストライクです。次が2球目。インコース。あっという間に2ストライクです。打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは2番に入っている坂本、ヒットでランナーを一塁に置いています。大きな変化球持ってきました。ここはゴロを打たせて、ランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト、いい送球、盗塁失敗、見事に盗塁を封じました。これはもうキャッチャー素晴らしいスローイングでしたね。これでピッチャーは楽になりましたよね。先制のランナーでしたからね。3球目打ちました。さあどうだ、ヒットになった、一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあスワローズ先制のピンチです。やはり先取点を取られると相手に主導権がいきますから、ここはしのいでおきたいですね。なるほど、そうですね。まあそしてこのバッターは強引に引っ張れる力がありますから、慎重に攻めたいですね。はい、さあこのピンチ切り抜けられるでしょうか。2球目は何で来るか。いやー、ゾーンの隅っこですよね。いいコントロールしてますよね。はい、外のストレートがストライク、すぐに追い込みました。高め大きく外れました。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。ピッチャーが落下点に入ります。掴んで2アウトです。さあそしてバッターボックスには筒香が入っています。さあ2アウトにはなりましたが、まだピンチは出していません。まあ、先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですよね。これが初球。まずは変化球、空振りになります。これが2球目。このストレートは入りません。150キロ。いや、いいところに決めてきますね。はい、ストレートが決まっています。ワンボールツーストライクです。次は決め球を厳しいコースに投げて勝負。打ちました。弾き返した打球は右中間へ。ここはフライになっています。これ
が先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったオールセントラルですが、そのチャンスを生かせませんでした。里崎さん、初回の攻撃、特に大事な点はどのあたりでしょうか。まあ勝っていくためには1番バッターの出塁っていうのはね、やっぱり欠かせないですよね。そうですよね。オールセントラル、マウンドに上がるのは先発の西。どんなピッチングをしてくれるんでしょうか。坂口が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。さあ初球は何か。緩いボール決まりました。得意のボールでストライクを取りました。低め、落ちるボール決まりました。ノーボールツーストライクです。次が3球目。アウトコース外れます。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁に先制のランナーを置いています。バッターは田代。まあここは送りバントでいいかもしれませんよね。はい。さあここは送ってくるんでしょうか。小宮山さん、バントを阻止するにはどういった配球が有効でしょうか。バッターからするとインコースの高めに速いボールっていうのは一番やりにくいということなので、そこにコントロールできるかですかね。なるほど。バントしました。取りました。一塁送球します。アウト。ワンアウトです。送りバント成功。ワンアウトランナー二塁となりました。初球は何で来るか。まずは変化球。内へ、これは決まった。ストライクを先行させていきます。追い込みました。引っ張った、ライトに上がった。この打球はフライになっています。ライト掴んで2アウト。さあそして打席にはバレンティンが入ります。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。まず何を投げてくるか。見送ってまずはストライクです。外の高め振っていきます。ここはあっという間に追い込んでいます。この当たりはどうか。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。先制のチャンスがあったスワローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。
さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、選球眼のあるバッターなんでね、不利なカウントにはならないようにしたいですよね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。アウトコース見送っています。スピードボールを持っています。痛烈、ショートうまくさばいて一塁を送ります。アウト、ワンアウト。バッターは6番岡本。伊藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は何から入ってくるか。アウトコース決まってストライク。スピードボールを持っています。変化球、タイミング合いません。ノーボールツーストライク。引っ張った、これはどうか。三遊間抜ける、ワンアウトランナー一塁です。ここはうまく打ち返されてしまいました。バッターは7番に入っている村上。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド空振り。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。打ちました、宮本。二塁アウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー、先ほどのプレーです。見事ダブルプレーに仕留めました。ランナー背負って苦しい場面だったんですけど、よく踏ん張りましたね。ランナー出ましたが、オールセントラル得点はありませんでした。0対0、同点です。ゲームはこれから2回の裏に入ります。スワローズの攻撃、バッターは5番雄平。スワローズ得点に動きはありません。0対0で迎える中盤の攻撃です。初球ボール、さてバッターの雄平、どういうバッターなんでしょうか。まあそうですね、打球が強烈なんで打たれた時のショックは大きいですね。怖いバッターですよ。そうですか。まあここはバッター甘いボールを待っているはずですね。なるほど、さあどう来るか。3球目見送っています。ボール、インサイド落ちました。これはどうか、ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー二塁です。ここはうまく打ち返していきました。ツーベースヒットを放っています。さあそしてバッターボックスには太田が入っています。さあ一打先制のチャンス、終盤前に先手を取っていきたいですね。なるほど、そうですね。ファウルです。
今度はバントの構えを見せましたが送ってくるのでしょうか。3球目は何で来るか。今度はバントの様子はありません。これで追い込まれましたがやはりヒッティングで来るでしょうか。送ってきた。バント失敗です。決めることはできませんでした。ランナーは変わらず二塁です。さあまず1球目、初球ボール。外れました。二塁ランナーを気にします。タッチもセーフ。これが3球目。外低めの球、しっかり捉えた。抑えてツーアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。さあそして打席には中村が入ります。さあツーアウトにはなりましたがなおもチャンスは続きます。ここは敬遠という選択肢もありますね。なるほど。さあどう来るか。このバッターと勝負するようですね。そのようです。三遊間抜けた。セカンドランナー帰れば先制。ホームに送球。左中間へのヒット。さあチャンスを広げていきます。これでサードまでランナーが進みました。さあバッターボックスには先発の伊藤が入っています。まあ自ら打って自分を鼓舞していきたいですね。そうですね。さあ一打先制という場面を迎えています。空振り、当たりません。さあ2球目は何か。外を低め決まってストライク。すぐに追い込みました。チェンジアップには反応しません。ボールです。次が4球目。打った。センター前へ抜けていく。中継にボールが送られる。サードランナーホームイン。スワローズ先に点を取りました。1対0。自らのバットで1点をもぎ取りました。さあ自らのバットで先制したシーンをもう一度ご覧いただきましょう。これで1点差となりました。いい流れが来てますから得点するならここですね。さあそしてこのチャンスで打席には1番の坂口が入っています。これが1球目。やはり安易にストライクから入れませんよね。ピンチですからね。ああやはりそうですか。真ん中ストライク。低めは外れました。
外の低め見極めます。これで3ボール。二塁牽制、二塁タッチもセーフ。5球目は何で来るか。打順は2番田代。スワローズこの回1点を入れています。さあ先制に成功、なおもその点差を広げていこうかというところです。ナイスボールですね。アウトローの変化球、キレがあります。ストライクを先行させていきます。追い込みました。チェンジアップを見極めます。外の球打った、セカンドの右、一塁アウト。これで3アウト。しかしこの回スワローズ鮮やかな攻撃で先に点を取りました。2回終わって1対0、スワローズ先制です。試合は最終回まで来ました。追いかけるオールセントラルの攻撃、バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている梅野。スワローズ1点リードで迎える最終回です。さあ1点を先制してのこの回の守備となりました。まあそうですね、ピッチャー陣はこの先制点を不意にしないようにしたいですよね。なるほど。さあしっかりと守っていきたいところ。2球目打ちました。宮本が抑えています。ワンアウト。バッターボックスには代打のビシエド。まずはワンアウトを取っています。ビシエド背番号66。これが初球。初球時、これはどうだ。ショート取った、アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。打順はトップに帰って青木。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。ええ、さあここはどういった攻め方をしてくるか。変化球、これは空振りです。あっという間に2ストライクです。この球は外れています。打ちました。取った。これで3アウト。試合終了になりました。今日は見事な完封で白星を挙げました。ヤクルトスワローズが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。小宮山さん、見事な無四球完封勝利となりました。今日の投球ご覧になっていかがですか。そうですね、リリーフを仰ぐということが主流になっている中での無四球完封ですから、これも相当評価していいと思いますね。ベンチの大きな期待に応えました。勝ったヤクルトスワローズ、接戦をものにしました。一方のオールセントラルですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。